大震災の発生から本日でちょうど
と本願に登る1ヶ月前にこの大震災が起こりました。常に忘れられない思い出であります。今もなお被災地はさまざまな問題や不安が残っており、依然として厳しい道のりは継続していることと呼びます。私たちは被災地再生への信念というものを決して風化させずに、絶えずお互いに共有していかなければなりません。支え合うところに道は必ず開かれると思います。平成九年観音は本山の丘からいつも被災地を見守り、無量の光で照らし続けておられます。またこの度さらになる祈りを具現するため、観音像の隣に祈りの鐘を新たに設けました。皆様によって打ち鳴らされる鐘の音が被災地へ伝わり、不祥霊を一層の安らぎに導き、また人々を希望に安心に、いざの荘園になることを切に記念いたします。本日ここに法廷の皆様と共に心を合わせて大震災被災地ご供養を申し上げるとともに、引き続き祈りの夢の供養所を盛大に厳粛に開催されることを大変ありがたく思っております。謹んでお集まりの皆様方に感謝申し上げ挨拶いたします。ありがとうございました。善治様、ありがとうございました。私は東日本大震災支援祈りの夕べの実行委員長を務めさせていただいております、鶴見区知事連合会会長の福山でございます。祈りの夕べは東日本大震災で亡くなられた方々の霊を供養し、被災地の一日も早い復興再生と期待された皆さんに、一日も早く普通の暮らしに戻るということを願う、私たち鶴見区民の心を届けたいと、2013年から大本山当時鶴見大学鶴見区文化協会が中心となって開催をしておると、大震災で亡くなられた方々の七回目にあたります本日、心からご冥福をお祈り申し上げるとともに、今後も遺族や被災された方々の苦しみや悲しみを忘れることなく、復興支援のためにできる限り協力をと心を寄せていくと、改めて深い申し上げて簡単そうにございますけれども、実行委員長の挨拶をさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。Thank you.
で震災から早6年が経ちました。私たちの思いが届けるよう精一杯演奏演技をします。本日は東日本大震災復興支援祈り組にお招きいただきありがとうございました。
黙祷を終わります。ありがとうございました。続きまして、東日本大震災、そして被災地へ向けてのメッセージを、鶴見大学附属高等学校2年、佐藤陸さんに届けていただきます。成人式が行われ、被災地の大
まあ春先ですけども寒い日になりましたですね、お坊さんの間では冬の本堂外より寒いなんて申しますけれども、まあこちら大園は大変広くてちょっと冷えますけれども、しばしお付き合いいただければと思います。私は奈良県の浄土真宗本願寺派という宗派の恩を教わるお寺京恩寺で6代目の住職を務めながら、作詞と作曲と歌、シンガーソングライターとして全国、北は北海道、南は九州、沖縄まで宗派を問わずコンサートしております、柳瀬奈々と申します。どうぞよろしくお願いいたします。実は私は宗派を超えてコンサートをさせていただいていると先ほど申し上げましたが、震災の前から東北地方にはよく伺っておりました。そして曹洞宗のお寺様でももうすでに歌を歌わせていただいてたんですね。それは楽しい思い出たくさんいただきました。一緒にお酒を飲んだりね。忘れられないのはコンサートをしたら宮城の石巻のお寺さんでしたけど、お見舞いに入りきれないお客さんが来ていますなんて言われてね、何のことかなと思ったらガラッと正面の扉が開いて、皆さんが彫ってくださったちっちゃいお地蔵さんがいっぱい並んでたことありました。それ2010年の思い出ですね。そういう出会いがあったからこそ震災が起きた時、自分にできる恩返しを今こそしなくてはという気持ちでいっぱいになりました。その時たまたま山形県の曹洞宗のお嬢様とご縁があって、まあ、曹洞宗のお寺を中心とした震災支援活動、歌と募金とそしてタオルを届ける旅をいたしました。以前三回忌の時もこちらの御堂で歌を歌い、このタオルをご紹介したんですが、これは募金で作った負けないタオルというものです。ずいぶんたくさんの避難所や仮設住宅、復興住宅、お寺配ってきました。これは青い空に白い雲が描かれているデザインで、どんなに離れてたって空はつながってるから、苦しいことはみんなで分け合おうって、そんな願いを込めました。そしてタオル屋さんに特注して中途半端に短い丈に作りました。避難所で最初渡した時に首に巻いてみてくださいって言うんです。そしたらまあ何の疑いもなく巻かれますね。そしたら負けへんのです、負けないタオルなんですね。なんじゃこりゃってなんでしょってこう笑っていただいたら、これで負けないでねっていうわけです。すると皆さんちょっとほっこりして、避難所で、まあ、なかなか笑顔が出ない時もしょうもないこと言うてちょっと笑っていただくことが嬉しかったですね。このタオルは8万5千枚という数が旅立っていきました。熊本地震や広島県の豪雨災害の時にも出動してくれた負けないタオル、なるべくこのタオルがいらない日々が望ましいのですが、悲しい時、苦しい時、決して一人じゃないんだ、支え合っていくんだっていうことを伝えるタオルとして、もし皆さんが辛い時、このタオルがどこからかやってくるかもしれません。それではこちらの画面に2011年の旅の様子、シャンティ国際ボランティア会さんなんかと一緒に旅をした様子をお届けしながら、負けないタオルの歌をお聴きいただきたいと思います。半端じゃないぞ。
Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。こうじゃなければ。